はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど速報でなんかニュースがあったんで、ちょっとそれについて取り上げていきたいというふうに思ってるんですけども、まあ、サムネイル見ても、わかる通りですね。まあ、大城選手とですね、2軍にいる山瀬慎之介選手が、まあ、スイッチというかね、入れ替えをするということに対して、まあ、正直にね、僕の、感想というか、思ってることを述べていこうかなというふうに思ってます。まあ、大城さんね、まあ、僕も、まあ、正直このチャンネルで、まあ、配球がとか、ま、いろいろ言ったことはありますと。で、まあ、その上でですね、まあ、その、なんで今、二軍に落とされるのか。で、一軍に、山瀬選手が上がってくるのかというところなんですけども、まあ、僕が、思うにですね、その、まあ、打撃不振とか、っていうところをですね、その二軍に行って、まあ、改善して戻ってくるっていう意味合いも、まああるとは思うんですよね。で、実際成績見てもですね、大城さんは、ここまで23試合に出場して、打率1割8分8厘、3打点、まあ現在20打席連続無安打中と、打撃不振に苦しんでいたというふうに書いてますし、まあその、まあ、打撃不振ね、まあ、大城さんはもともとずっと打てるキャッチャーや、打てるキャッチャーやって言われてて、やってるわけなんで、まあ、ストロングポイントなんでね、そこを改善していくっていうのは、もちろんあると思うんですよ。で、その中で、まあ、僕が思うのはですね、まあ、一概にそれだけじゃないのかな、っていうふうに思ってて、やはり、まあ、小林誠司捕手とか、まあ、その、岸田捕手とかが、まあ、結構出たりしてますけども、まあ、安倍監督もですね、この間その振る舞いを勉強してくれとかいうふうに、まあメディアを通して言ってたりとか、しましたけども、やっぱりああいう部分っていうのが非常に大きいというか、まあそれだけではないとは思うんですけども、そこの部分っていうのも、まあ二軍に行って、まあ学んできてほしいっていうところだと思うんですよ。で、僕のあくまで主観的な意見言います。で、まあ、僕、毎試合、ジャイアンツ戦を見てるじゃないですか。で、まあ、テレビの中継なんでね、全部が全部を見渡せるわけではないんですけども、やはりですね、なんて言うんだろう。まあ、そういったところ、まあ、打撃というところ、まあ、打撃は正直、ジャイアンツ今みんな打ててないじゃないですか。正直ね、昨日も、まあ、2点やし、ずっと3得点以上取れてないところがあるじゃないですか。だから、打ててないのは、まあ、仕方ないと言っちゃあれなんですけども、みんな打ててないんで、まあ、あれなんだと思うんですけども、やはり、まあ、小林捕手とか、まあ、岸田捕手が出てて、まあ、失点を少なくできてるっていうところがあったりとか、まあ、その、小林捕手とか見ててもね、特に、やはりジェスチャーもそうだし、振る舞いとか、まあ、返球の仕方もそうだし、テンポとか間合いとかっていうのはね、やっぱりこう、野球をあまり、詳しくない人からしたらわからないんだけども、まあ、明らかにまあ僕もキャッチャーやってましたし、まあそういったある程度野球が分かる人が見たら、全然違うんですよ、正直言うとね。で、そういったところって、やはり、その、打ったとか、抑えたとか、そういう、なんていうんだろう、すごく見えやすいところではなくて、分かる人だったら分かるみたいなところなんで、なかなかファンの人がね、大城、打ててないとか、なんかいろいろ言いますけども、まあ別にそれだけじゃないよっていうのは僕は言いたいんですよね。で、配球とかも僕よく言ったりしますと。このチャンネルでよく言いますよ。で、まあ僕が客観的に見ても正直偉そうだなと思うし、育成で終わった選手が何を言ってんねんっていう話だと思うんですよ。ただ、やはり、まあ、正直、配球なんかもね、結果論が大きいと思うんですよ。で、例えば、めちゃくちゃな配球してても、抑えてたら、まあまあまあ、抑えてるしなっていう風な感じになるし、逆に、めちゃくちゃ考えてデータ取って、めちゃくちゃ、分析してやっても打たれるときは打たれるし、ほら見たことかと。お前、そんだけやっても打たれるやないかっていう風に、思う、と思うんですよ、正直ね。僕も、そんなんは、正直思いますと。
抑えてたらまあ何も言われへんやっけって正直思うんですよ。ただ周りから見てる人はそう思います。うん、抑えたら OK やんけって、抑えてるからええやんけってなります。ただやっぱり内部とか周りにいる人はそれだけじゃやっぱりダメってやっぱ思ってるんですよ。というのもやはりやることやってね、全部やれるべきことやって、それで打たれるんだったら、やはりこっちも納得しますよっていう、やっぱそういう、なんて言うんだろう、人的なところというか、結果だけに、結果だけでものを言わないところって、やはり人ってあると思うんですよね。で、先ほどの安倍監督の振る舞いというところに関しても、これって別に結果に現れるわけじゃないじゃないですか。小林捕手、振る舞い、例えば A とか、パワープロとかでないじゃないですか、そんな。振る舞いが A とか、間の使い方 A とか、そんなんないじゃないですか。うん。だけど、そこを安倍監督含めてね、まあ、サネマツさんとかもそうですけども、そういった人が言ってるってことは、そこが大事だってことなんですよね。結果には現れない、その、数字で表せないかもしれないけど、そこが大事だっていうふうに、やっぱり思ってるわけですよ。だから、先ほどのリードの話もありましたけども、打たれた、抑えたっていうのは、はっきり数字として見えてきますけども、やはり、抑えても、打たれても、やっぱり根拠というか、なんでこの球選択したんやとか、そういったその根拠というか、なんて言うんだろう、その、結果度外視にしてね、そういう考え方とかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うし、なんでそれが大事かっていうと、もし、それでね、考えておければ、根拠があれば、じゃあ次はこういう風にできるよねっていう会話ができるじゃないですか。うん、考え方なんで、考え方なんてたくさんあるんでね。だからじゃあ、例えば大城言うと、お前今回こういう考え方したけども、次じゃあこういう考え方で配球組んでみひんかとかいう風に、そういう再現性を出せたりするじゃないですか。だけど、まあその場その場でね、配球をしてるんだったら、それって再現性を出せないわけじゃないですか。だから、考えとかって、僕大事だと思うし、これは別に野球だけじゃないと思うんですよね。正直言うと。だから、その、結果はもちろん大事です。結果の世界だし、結果を出さないといけないと思うし、それは間違いなく、大切なんだけど、だけど、やはり、再現性高く、毎年成績を上げてったりとか、まあ、チームのためにやってったりするっていうこともね、まあ、責任も含めて、やはりそういったところを先ほど言ったようなところっていうのは、絶対やっていかなければいけないと思うし、で、そのスタッフのね、安倍さんとか佐根松さんもそうですけども、みんなそうだと思うんですけども、やはり大城さんは素晴らしい選手で、まあ、WBC にも選ばれて、こんだけ打撃もね、まあ、打てるわけですから、素晴らしい選手だと思うんですよ。ただそこをもっと良くすればもう完璧な正捕手、すごくまあ安倍さんぐらいの選手になれる可能性もあるんだけど、そこをなかなかまあ今までこうずっと試合出てきて、まあ原監督がもうずっと続ってきてね、まあそれはすごくいいことだと思うんですけども、そこをあまりこうなんて言うんだろうな、研究してこなかったというか、なかなかこう学ぶ機会ももしかしたらなかったのかもしれないんですよね。そこでやはり、安倍監督はね、もともとキャッチャーの監督と、キャッチャー出身の監督というところで、そういったところをもう大城ができたらもっと強くなるよと、もっと上手くなるよと、もっといい選手になるよというような気持ちで、こういうまあスタメンを外したりとかいうところ学んでほしいという気持ちの一心でね、僕はやってると思うんですよね。で、その中で今回ね、まあ2軍に落ちましたけども、それもまあ大城さん今代打で出て出ることが多かったじゃないですか。で、もともとずっと試合をね、スタメンで出てきて、1試合ね、4打席5打席を立って、まあやってきた選手なんで、やはり代打っていうのは1打席の勝負になるんで、めちゃくちゃ難しいわけですよ。ある選手が言ってたんですけども、スタメンで4試合4打席、勝負するのと打撃、代打で1打席勝負するのはもう同じ打つという行為なんだけど、全然違うスポーツに感じるっていう風なことをおっしゃってたぐらい、スタメンで出るのと代打で出るのって全然違うわけですよ。だから今までそういう代打の経験っていうのもあまりないわけなんで、なかなかやっぱり調子を落としてる中ね、その1打席1打席で、まあその、調子を回復させたりとか、結果を出してったりってするのは、
代打一筋でやってるようなベテランでも難しいわけですよ。だからその大城さんを使うんであれば絶対スタメンで使ってね、試合に貢献してほしいっていうのがあると思うので、だからそういう打撃というところもそうですし、先ほど言ったような配球とか、まあ、考え方とか振る舞いとかっていうところも、まあ、桑田監督っていうのはね、すごくそういったところもすごく大切にされてる監督ですから、そこをまあ二軍でまあ打席数も重ねながら。で、ピッチャーとのコミュニケーションであったりとか、まあ、二軍のデータとかもね、たくさんありますと。みんな今 iPad で、まあ、ジャイアンツの iPad でもう全部データ送られてきますと。で、他球団の成績、まあ、二軍の選手の成績も、どこが打つとか、どこが打たないとか、どういうバッターだっていうのも、スコアラーとか、データ班の人に頼んだら、二軍の選手でも全部出てきます。だからそういうところもね、まあ、一軍とはレベルは多少落ちるけども、そういう振る舞いであったりとか、配球であったりとか、考え方を学ぶっていうところからしたら、2軍でもめちゃくちゃ学べると思うんですよね。正直どこの場所でも3軍でも学べると思うんですよ。だから、大城さんを使うときはスタメンで使いたいという、まあ、安倍監督の意見というか、気持ちがあるんでね、まあ、打撃もそうだし、そういったところも学んできてほしいと。成長して、もう一回上がってきてほしいというところで、その山瀬捕手と大城捕手を入れ替えたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、今、その、まあ、パソコンでね、ヤフオクじゃないわ。ヤフーニュースか、を見てるんですけども、やはりたくさんのコメント、今見てるだけで303件、コメントが来てて、まあ、たくさんのいろんな意見の方いらっしゃるんですよ。まあ、打撃のことが結構ね、多く書かれてますけども、もちろんね、この方々の意見っていうのも、もちろんあると思いますけども、僕は先ほど言ったような考え方であったりとか、配球であったりとか、まあ、数字なかなか出せるところじゃないかもしれないけど、そこをね、やっぱりしっかりやる振る舞いも、みんなから信頼される結果はね、もちろん出るとき出ないときあるけども、まあちょっとその昭和臭いかもしれないけど、こいつがこの選手で打たれたんだったらとか、この大城が出てて、こんだけいつもやってくれてる、いつも考えてやってくれてる人がね、出したサインで打たれたんだったらっていう風に、やっぱりこう周りの選手に思わせていくというか、それぐらいの選手だと思うし、正捕手になるっていうのはそういうことだと思うので、そこをね、もう一回、頑張って、やってきてほしいなという風に思うし、まあグリフィンとかもね、今下にいたりとかしたりするんで、まあもし最短のね、状態で上がれるんだったら一緒にこう上がってきたりとか、そういったこともできるかなというふうに思うので、ぜひね、今、ジャイアンツは打てる選手がほとんどいない、なかなか打線になってきてないですけども、やはりその打てる大城さんを下げてでも、大城さんの成長であったりとか、大城さんがスタメンで、出るために、一回二軍に落とした方がというところで決断をされてると思うので、ぜひね、頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。